映画ピュアジャパニーズ公開音霊舞台挨拶を行ってまいりましょうご紹介させていただきます監督キャストの皆さんの登場です拍手でお迎えください <laughs> 主演のディーン藤岡さんマ牧田あじさんそして松永大志監督です 復活ピアジャパニーズ公開オンレイブ対策を行ってまいりますどうぞよろしくお願いいたします <拍手 S 1> もう今日たくさんのお客様にこうやってご来場いただきましたそれでは早速皆様から一言ずつご挨拶をお願いいたしますまず初めに本作の企画プロデュースを手掛けましてさらに主人公立石を演じられましたディーン藤岡さんです 私ごとながらコロナに感染して、えー、寝込んでおりました <laughs>、えー、今日、やっと、えー、こういう形で,ですね、リベンジ舞台挨拶、えー、あ,ありがとうございますもうね3年半ぐらいかけて企画からあの公開までたどり着いた初日になんとね、えー、コロナで <laughs>。 えー、舞台挨拶をキャンセルしてしまいました本当にご迷惑をかけしました、えー、こういう形でまた、えー、健康になって、えー、舞台でね、えーまあ、公開にたどり着けたこの感慨深い思いを皆さんと一緒に分かち合えることができて、えー、本当に幸せだなと思います、えー、今日は短い間ですが、えー、どうぞ最後までよろしくお願いします ありがとうございます。皆さんもね、お元気そうなお顔見えて嬉しいですよね。<laughs> ありがとうございました。それでは、続きまして、ご挨拶をいただきたいと思います。あゆみを演じられました。牧田あじゅさんです。はい、ありがとう。あ、あ。マイク入っあ、ゆみ、はい、<laughs> 役を演じました。牧田あじです。えっ、ー、と、一昨年くらいにこう撮影して。 こう無事公開を迎えることができて本当に嬉しいです。今日はよろしくお願いします。どうもありがとうございます。続きまして監督を務められました松永大志監督です。えー、皆さんこんにちは監督の松永です。えー、っとですね初日、えー、リンさんがコロナにかかり舞台挨拶できずに。 どうなるかなと思ったんですけどこういう形でリベンジ舞台挨拶という形が本当にできたことを本当に嬉しく思いますで,ですね本当私事ながらですね実は僕もコロナにかかっていましてですねディーンさんと同じタイミングで <laughs> ずっと療養してましたでまあそのまあもちろんコロナにかかることは ね、やっぱり皆さん、避けてもらいたいと思うんですけどもその間、逆にこの映画の反応をずっと1人ですね粛々と SNS で, SN で見ていてですね非常になんかあの喜ばしいというか賛否、いろいろあってなんか作ったかいあったなと本当に思いました、うん、なんかそういう話も今日3人でできたらなと思いますのであの短い時間なんですけども楽しんでください。今日はどうううも本当にあありりががととごござざいいまますす それではスチールカメラマンの皆さんここからフラッシュなしでよろしくお願いいたします。あのディーンさんにお伺いします。はい、ディーンさんも映画公開されてからもう日程も随分と過ぎてきましたので、うん、いろいろとこうね感想ですとかそういったものは届いてきているのではないですか。何か。そうですね。それなりに。はい。どうでした。どんな感想が聞こえてきました。えっとですね。いろんな感想がありまして、あの大変興味深く。 あの自分も拝見させてもらってるんですが、えーまあ、賛否両論とよく言いますけど本当にこんなに、えー、ダイナミックに意見が分かれる映画を自分は自分の出演作品以外でもあんまり見たことがなくてでそういうまあ,あ多種多様なご感想ご意見ご感想を見ている中でですね一つ 自分のの中でではっきりしたのがですねこの映画はよく映画ってその、ね、観客の皆さんとかあのビューワー,ーの皆さんその見ていただくお客さんそうです、ね、オーディエンスみたいな感覚で呼ぶことがあると思うんですけどこの映画に関してはユーザー「ピュアジャパニーズっていうこの映画 自体がまさにその作品の中に出てくる p j キットのように、えーね、よくユーザーっていうと、まあ、ゲームであったりとかアプリのユーザーとかねあのドラッグのユーザーとかそういう,うにあにユーザーってものをなんかあんまり映画を。 ね、見るユーザーとは言わないと思うんですけどこの作品に関してはユーザーっていう言葉がぴったりだなっていうそういうことを思いながら一つ一つのコメントを見させていただいておりました。 そして今日きっとここにいらっしゃってる方々もね何度もご覧になってる方が多いと思うんです私もですね感想をちょっと見ながらやっぱりディーンさんのアクションも素晴らしいっていうのもたくさんあの拝見いたしまして考えてみますともう企画プロデュースもそうなんですけれども狂気の役でアクションもやられるっていう経験はなかなかなかったと思いますどんな思い出になっていますでしょうか思い出ですか思い出もとにかく負担が大きくて大きくてあの まあ大変だったなあっていう思い出ですねやっぱりアクションの,そのフッテージを撮るっていうのはすごく時間と手間がかかることで,で危険も伴いますしで夜の撮影だったりするともう、ね、撮影が日が暮れてから朝日が昇るまでっていう形になるのでそれをまあ連日連夜やってたから。 まあその中でね血まみれになったり泥まみれになったり汗まみれになったり怪我したりなんだかんだいろんなことがあってそれでそうですねまああのもちろん撮影が終わったときはすごい達成感だったんですけどやっぱり一言でまとめるとめちゃくちゃゃく大変でしたねそんなディーンさんの姿もね牧田さんは横で見てたわけですけれども今回、この撮影現場に関わっていかがでしたか そうですね、私はアクション映画とかを今までやったことがなかったので、こうアクションを撮影しているっていうのも初めてこうそばで見ていたんですけど、うん、本当に皆さん、全力で、本当にかっこいいなって思って見てましたね。牧人さん自身も、ご自身の今回の役どころって、今まで経験してない役だったと思いますけれども、うん、どうでしたか、この役は、やられてみて。でもこう女子高生の 歩みだったり、こう夜の仕事をしている歩みだったり、こうたてとちょっとはしゃいでいる歩みだったり、いろんなこう人間性が見れる役だったので演じていて楽しかったですね。リンさんは牧田さんとご一緒していていかがでしたか？どういう風に見ましたか？やっぱり女優としての、<laughs> やっぱり女優としての、やっぱり女優としての、そうですね。味はもうプロでしたよ。 これ僕あのよくあのメディアで最近、答えるんですけど本当にそのアジの変化この1年半ぐらいこれがですねあの僕の中での楽しみになっているっていうあのやっぱりこうアジがもちろん当時からもその女優のお仕事をするっていう上ではプロなわけでしたけどやっぱり芝居ができないとあの絶対にこうできない役だったと思うんですねあゆみっていうキャラクターは。 まあその中でえ高校生役としてねあのやっぱりあのマキターチという女優をみんなでキャスティングしてきた中であのそういうところに関してはまあもちろんやるべきことをやってるっていうねあれなんですけどえそうじゃない部分でのアジの,その子供らしさというか無垢なあどけなさんみたいなものがこうその後えどういうふうに大人になっていくのかっていうのを。 えー、自分はこう楽しめるわけですよねだからなかなかほんと親戚のお兄さんみたいな感じですよね <laughs> どうですか監督、ねえー、そうですねまああの横の2人はですね僕から言うとですね、まあ、タイプの違う天才2人なんで現場ではすごい面白かったんですけどでもそのまあまあアジュに関してはですねもう芝居本当に。 まあ本当に素晴らしい女優さんだなと思うんですけども本当に普通の子だったりもして、まあ、もう見られた方がほとんどだと思うんで、まあ、内容の中での話をしちゃいますとディーンさんがこうアジをこう抱きかかえておくラストの方の芝居があるんですけど。 あの時なんか「やったお姫様抱っこディーンさんにされた」っつって撮影の後喜んでたの見てこいつと思ってこんなシリアスなシーンで何がお姫様抱っこだよと思ったのはすごい覚えてますよ僕はそのぐらいの何て言うんですか器用さっていうかシリアスなシーンなのに「やった」ってすごい喜んでたの喜んでたよねアジュねいや嬉しかったですやっぱりお姫様抱っこはやっぱり女の子の憧れなので。 嬉しかったですよ。<laughs> 出たね。お姫様抱っこゲットみたいな感じだったね。<laughs> やった。ったディーンさんにお姫様抱っこされるって言って喜んでましたね。本当 <laughs> いや、ちょっとかわいいエピソードですねえ。松山監督、ディーンさんとは何かそういった。ちょっとあこんな姿を垣間見たっていうエピソードはございますか？いや、まだディーンさんとはもう最初から最後までずっと一緒なんでいやだから、それこそアクションシーンに関して言えば。アクションシーンを撮る直前に。 まあその肉体を追い込んでからアクションシーンに入るんですけどまあその作業がねだからみんなもえっとテストやってまあ本番やってその前でもディーンさんが一回体を作るっていうのが分かってるんでもう途中からもアクションシーンの時はもうそういう流れでしたよね。アクションンのディーンさん一回こう体を追いい込むっていう でそ,このタそこで鬼に変わっていくんですけど顔がいやもうあの作業はねやっぱり忘れられないですよね僕がとかが何もしてあげられないんでそれをずっとアクションのシーンはもう昼も夜もずっと続けていたんでこれはなかなかすげえなと思いましたね。 今思うと狂気だったねあれ本当にいやすごいあれをだから普通にみんなが待ってるこの状況もすごいなと思いましたよねだったんみんなシーンと待ってるのでああもうシーンとただただ本当に山奥ディーンさんのうわって声だけがもう聞こえてるわけですからもう誰一人何待ちも何もないですよね <laughs> <laughs> おたけび町みたいな感街っていうか <laughs> ディーンさんの「体待ち」みたいな <laughs> あの「エヴァンゲリオン」の初号機の「雄たけび待ち」みたいな感じだったね <laughs> 本当にすごい<当>もう本当今だからこういう話できますけど、うん、当時は当時とかもね本当に追い込んだから追い込まないとできないから、うん、誰も当然笑ってないし、ね、そこまでのものをさらけ出すってこともすごいなと思ったんですよね。うん、そういういいいななんかかやっぱりかける思いみたいなものが まあ本当すらしたらもう最初から最後までずっと伝わって公開してからもそうだしそれをすごく感じました、うんううね、熱量を。ね想像をねちょっとしてしまいますよね。けれどあの日光江戸村という空間の中でアクションをするっていうのもまたちょっと違った感情とか込み上げてくるものってあったんですかどうでしたリンさんそうですね。 最適といえば最適だなと思ったんですけどなかなか、ね、日光江戸村で現代劇でああいうアクションを取るって多分は史上初ななんじゃないでですすかねそうですねなんか日光江戸村ってやっぱ時代劇として使われることが多かったんで、うんね、現代劇としては本当にこれだけがっつり使ったことはあんまりないですみたいなことは言われました、ねね、いやだからやっぱりそれがその未知数なわけですよ。 あのロケーションの魅力をどう料理するか、生かすも殺すも。もちろん、我々次第だったから、すごくあの、ね。どの建物をどういうふうに使うかっていう作戦を何度も練り直して、本当に撮影当日までね。プランを変えて、ね、ライティングだったりとかね。うん、カメラの置き方とかギリギリまで、本当に、うん、本当に、それは生物として、だから、作らせてもらったし。だから、それこそあの、ディーンさんが、その忍者アクションの人間として。 まあの劇中でえっとステージに立つやつなんかはまあ編集では短く使ってますけど基本的には全員あれ最初から最後まであそこの中の演目ができるんですよねでそれをアジはねそのまま客席から見てるんであの時のあのアジのリアクションってもう素だよねいやびっくりしましたもう本当にディーンさんがそのままそこでやってるから感動してましたねうん あれなんて言うんですかね同時映画館で多分今日もありますよね副音声コメンタリー的なこれ今日もこれで見れるんですか今日見れないかあ,あ今日ないのかっあれでも二人で話したんだけどそのアジュの表情がここがいいんだよねとか言ってそうだよね素なんだよね多分あれね基本的には素なところがかなり多い ね、だそれがすごさだなと思って、うん、でもそれぐらいあの舞台は熱量がすごかったですよね。あともう一つやっぱり PJ キットっていうのがすごいユーモアあふれるなこの発案はと思ったんですこれはディーンさんが思いついつたんんでですすかそうですどんなところからあの DNA のヘルスチェックキットからですねあの DNA 代表を送ると自分それぞれの方の先祖が どこから来たかっていうのが細かくわかるんですね。で、それをもとに、まあ今回はその日本人度だけをわかるっていう機能に限定して、で、まあ製品化するときにあの製品化というかその具体的なパッケージとかを作っていくっていうときには、まあいろいろね松永さんとあの。 PCR キットみたいなものだったりとかそうです、ね、パーーティーグッズだったりとか,、うん、なんかフォントとかもいろいろディーンさんと一緒に話しながら、うん、そうひらがながいいんじゃないかカタカナがいいんじゃないかとこれいくらだみたいなことを、うんまあ、ドン・キホーテで映ってたらどうなんだみたいな飲み会でこれ出てきたら笑うなみたいな話をしながら、ねうん、そうやって作ってて作きましたね、うん、じゃあ松賀監督あの脚本の段階でも相当ディーンさんと話し合いとかもされてたんですか ししました着工しし<う>の段階というかもう <laughs> 最初から最後までずっとよくディーンさんと長電話してましたよ、本当,い本当に映画の話を<や>だそれぐらい、うん、あの幸せなことはないなと思いましたよ、二、うん、人であれやこれや話しながら、うん、それを、まあ、プロデューサーの方たちに相談してスタッフに相談して形にしていくっていう作業、うん、それはだから、うん、幸せな時間だったなと思います。本当に

というようなこともおっしゃっていましたけれども、何か次回作の構想などございますでしょうか。宇宙そうですね。宇宙行った人にちょっとまずインタビューするところからですかね。なんならあのそのまま資金も出していただくとかね、<laughs> なんか百万円を百人にあげるんだったらそれを一括で映画に投資してみませんかとか。<laughs> 今どの辺にこうあの日本円って。 まあ別に日本編にこだわりする必要ないんですけどそうですねなんかどういう話やったら資本がつくのかなっていうところからなんですよ要は。というのもやっぱり今回 PJ あピュアジャパニーズ形になりましたけどその前に何個も企画立てては流れ <laughs> まあ保留になってるものもあればあのもう自分の中でもちょっとこうあの全く違うものに変化してしまったものだったりとかもちろんピュアジャパニーズ以降も いろいろ考えてはいるんですけどあの進行しているものもありますしでも結局そのこれってあのちょっといいですかちょっと本味みたいするとその映画産業っていうもののキャッシュポイントの少なさをどう克服するかっていうのが、えーまあ、作品を作っていく上で一番の課題なわけですよね。だから それを乗り越えていくためにまあ,あどんな手段をまあどんなテーマを、えー、どんな手段で、えー、具現化していくかっていうところだと思っておりますこれはぜひ実現化していただきたいんですが宇宙ですか <laughs>、はい、宇宙ももちろんでございます、うんね、え、牧田さんね、またディンさんが映画を作ると言ったらもちろん参加したいですよねもちろんです 大丈夫言わされてない <laughs> <laughs> あのもし、あじゅが主演でり、うんリンさんがプロデュースするんだったらこういう映画作ってくださいっていうのを<ー>リクエスト募集中。なんだろう、でもイシと歩み,みたいな2人がこう 2>、うん、同じ場所じゃなくてロードムービーみたいな逃避行みたいな<ー>何かから逃げるみたいな。うん のをやってみたいですねおなるほどなるほど <laughs> ロードムービーでそれはどの辺を逃げたい、えー、何 <laughs> 逃げるとしたらどの辺逃げたいの逃げたいうんご飯おいしいとこがいいよねやっぱご飯おいしいところがいいそうだねあと宿が綺麗なところですああそうかすごい地味な映画だよね <laughs> <laughs> とりあえず食べ物と宿食べ物と宿で決めていくっていうね <laughs> そ,れそれロードムービーとか <laughs>、まあ、ロードムービーか <laughs> いやね、今、牧田さんからの、ね、いろいろこうリクエストもありましたから、はい、え松永監督はまたご一緒するんだったらこんなの作ってみたいなっていうのはございます僕はね、もあるんですよ。おってもらいたいたんです <laughs> うんおすごいリアクション、うん、なんかしかもちょっと人里離れたところの島とかで、うん、ディーンさんが都会からやってきてそれで馬に上半身裸で乗るっていう絵を撮りたい。<laughs> あ 下半身は着ててもいいんですか下半身は着ててもいい上半身裸でもうなんか野生児のように馬に乗ってる映画っていうか絵を撮りたいああよかったなんかラバに裸体で乗るみたいなそういうことじゃないそういうことちゃんと洋服着てていいんだけどなんかすごくなんかすごいジャンルものだなと思ってます なんか人間味がむき出しのディーンさんをまた撮りたいなと思ってちょっと湯気が出てるようなそううわってなんかすごくいいな絵的に良さそうだなと思って馬大好きなんでいつでもやりますよそういう絵っていいじゃないですかなんかエモいなと思って馬に裸で乗る映画そうそうそうその後ろにアジ乗ってていいよそしたらそれでロードムービーだすうや どこにおいしいご飯があるかなって言まであったりで <laughs> もう多分ねどっかで止められるよねでもホテルは綺麗なところがいいって言って <laughs> すごいまたちょっとだいぶおかしな映画になりますねそれ <laughs> 本当だよね <laughs> それでもねちょっと想像するとね海外とかでも通れそうな感じですよねそれでもさ馬をさ毎回その泊まるホテルにパーキングするわけでしょ <laughs> そ<う>車みたいに駐車してそうだね、うん、だからあれかもねほらゾンビみたいな世界になっちゃっててはい、はい、も車も走ってなくてなるほどはい、はい もうだいぶ僕のイメージとは違う映画になってますけど。<laughs> <laughs> こうやって映画はできるんですね。俺本当に映画になったら笑いますよね。うん、面白いな。一番最初にね、こう聞いた人たちになりますからね。それは記念する、ねうん。あの時ね、ピュアジャパンズからすべて始まったって。そうですね。だかなんか、うん、あの、この映画が、その一つの。映画としては点なのかもしれないですけども。 まあディーンさんから発信してこういう形でその素晴らしい俳優と素晴らしいスタッフで作ってお客さんに届いてそれをさっきディーンさんが言ったみたいにまあそのお客さんがこう楽しんであの映画と一緒にこう,う,のうユーザーの人たちが成長していくっていうようなことがこれからも何年後になるか分からないですけどもこれがなんか続いていくといいなっていうような企画ではあるなっていうふうにすごく思うので。 これがなんか始まりになるといいですよね、リンさんね。そうですね。やっぱりゼロから一を作るっていうことの大醍醐味というかまあ面白さあのもちろん大変なこともあるし、うん、リスクの方が大きいわけですけど、やっぱり映画っていう文化を残していくってこういう映画館でまあ、光 と音の芸術を楽しむわけじゃないですかもちろんそこにストーリーがあってなんかそういう文化そういうまあフィルムメイキングフィルムっていう表現方法であったりエンターテイメントの一つの形がやっぱ長く残ってったらいいなと思うんですよねで今っていろんなエンターテイメントがあるじゃないですかもうね、あのいろんなそれこそメタの世界に行っちゃえばね。 あのもう現実なのか仮想空間なのかどっちだみたいな感じになってくるわけでそれでもやっぱり映画が好きだと映画館で見る映画がいいっていう風に思ってもらえるようなコンテンツを作ろうと思ったらやっぱりなんか他のなんだろうな原作があってそれを映画化するだと到達できない領域ってものがあるなと自分は常日頃から感じさせられておりまして。 まあそういうお仕事をあのたくさんやらせてもらってるんでえそれはそれですごくありがたいことなんですけどまあやっぱりあのね何度も繰り返しますが映画っていうものが好きなので映画を作り続けられたらいいなと思っておりますねではいよいよ上映になりますので最後に監督キャストを代表してディーン・藤岡さんからご来場の方にメッセージをお願いします、はい。ここれから見ていいただけるということうで あのネタバレ全く、えー、問題ないですあのこの作品はですねネタバレしてこそうーより深く楽しめる作品にそんな作りになっております何を言ってるんだと、えー、思うかもしれませんが、えー、そうですねまあ今日きっと初めてご覧になる方もいらっしゃると思うので、えーまあ、まずは。 実際見ていただいて思ったことをそうですねあのネット上でもお口コミで、えー、周りの、ね、ご家族ご友人の方にでもとにかく言いふらしていただきたいんですね、えー、具体的に。<laughs> というのもその方が、えー、ユーザーの皆さんたちにとってより楽しめるようなそんな作りになっている、えー、実験装置のような映画です。 でですので、まあね、こういう形で同じ空間に同じ時を分かち合えたことも何かの縁だと思うのでぜひ、えー、共犯者の一人になっていただければ、ね、メディアの皆さんも、えー、ユーザーの皆さん一人一人の、えー、お力で何か一つの大きなムーブメント につながってったらいいなってていいたらなと思おります、えー、ピュアジャパニーズから何かが始まったっていうそんな、えー、記憶を一緒に作り上げられたら、えー、幸せです、えー、コロナまだまだ、えー、世の中蔓延しておりますので健康にはお気をつけて、えー、本当にびっくりするぐらいかかる時はかかるんでねえ松永さんまさに 油断したっていう立石のセリフがあるんですけどあの本当に気をつけてもあの気をつけても気をつけても足りないぐらいだと思うのでねあの皆さん健康には安全にはえ十分お気をつけいただいて今日ねあのそんな中で、え。ー 足を運んでいただいて本当に感謝しております、えー、ご帰宅されるまで皆さんお気をつけて、えー、ぜひこの映画の余韻を楽しんでそして、えー、ぜひネタバレを恐れずに率先して皆さんが感じたことを、えー、素直に表現していただけたら嬉しいです、えー、改めまして今日は本当にありがとうございました ありがとうございました。以上をもちましてピュアジャパニーズ舞台挨拶は終了いたします。カットクキャストの皆さんに拍手でお送りください。ありがとうございました。